民主党の前原元代表や維新の党の枝前代表らは両党を年内に解党し新党結成を目指すことで一致しました。しかし民主党執行部は冷ややかな反応です。昨日夜の会合には前原氏や枝氏のほか民主党の細野政調会長も出席しました。年内に民主党と維新の党を解党した上で新党を結成することで一致し、民主党の岡田代表に近く申し入れる方針を確認しました。細野氏は今日複数の議員と会談し、一緒に声を上げてほしいなどと新党結成に向けて連携するよう求めました。これに対し民主党執行部の一人は解党なんて多数の意見にはならないと不快感を示しています。細野政調会長は執行部の一員、しかも主要執行部の一員であります。もし外の方とそのようなお話をされるのであれば、当然事前になされるはずでありますので、そうした話をされたとは到底思いません。